動物マーケットについてお話しします。添加物を使わずに体に安心安全な食材を使ってアップルをしております。自家製の天然酵母を使用し、じっくり発酵させた生地に有機の食材を練り込んでおります。ですので素材の味をダイレクトに感じられることができます。リニューアルにあったのでアメリカンテイストで楽しい場所を作りました。市場で買い物をする夜、ずらっと並んだパンのカウンターを覗き込みながら目移りして、ぜひ好きなパンを選んでいただきたいと思います。ではこちらからおすすめのパンをご紹介いたします。まずはこちらのロータスバゲットです。ロータスバゲットは3種類の粉を混ぜて仕上げておりますが、中でもアイコーンアメリカ産の全粒粉がおすすめのポイントです。特徴はナッツの香りは少し感じられる。しっかりと焼き込んだバゲットの中にその香りを探しながら食べていただけるといいかなと思います。次に紹介するのはエグロドラ食パンです。ベイビーユースが毎日召し上がっていただきたいパンですので、よりシンプルにキーと仕上げております。ですが、エグロパンの食感は湯種製法を使ってかなりもちもちとしっかり噛み応えのある食パンになっております。ぜひ毎日の食卓でお好みの食べ方を探していただきたいです。続いてベーグルです。今回リニューアルにあたってメインのパンとなりましたベーグルのご紹介をします。粉は夢力という食パンにも使われるようなもっちりとした食パンの生地を使っております。具材はいろいろ練り込んでおりますが、喜界島の外、カンモアの塩など細かな食材にもしっかりとこだわりを持って、ロータスらしい味わいのしっかりとしたベーグルに仕上げております。サンドイッチにも使用しておりますので、ぜひランチタイムにはロータスのベーグルサンドも試していただきたいです。続いてご紹介するのはこちらのトッピングとなります。自家製のルパンタネを加えているので、お菓子のマフィンというよりちょっとパンに近いしっかりしたマフィンとなっております。一個ボリュームあるので、こちらで一個食べれば満足していただける商品となっております。続いてご紹介するパンはこちらのアンパンとクリームパンです。当初から引き続き置いてある商品なんですけれども、生地のクリーム、あんこもリニューアルさせていただき、菓子パン生地は湯種の生地を使っているのでもちもちしてはいます。菓子パン生地で使うには珍しい製法です。でクリームパンのカスタードクリームも生クリームを使用しているのであっさりしてるんですけどコクがあります。こちらのあんパンは自家製のあんで甘みも